ビッペンはドイツ連邦共和国にーダーザク選手、オスナブリュック軍北西部のザムトゲマインでフィルステナウを構成するマチソンである。ビッペンはアンクム高地の北部に位置し、北東はアルトラントと西はエムスラント軍と接する。北海からの湿った北西風の影響を受ける温帯海洋性気候である。メルンの年間平均気温は8.5 9.0度、 年間降水量は約700ミリメートルである。5月から8月までの間に平均20から25日の夏日がある。ビッペンは、北は、ベルゲ、東は、エッカーミューレン、南は、フィルステナウ、西は、エムスラント軍のアンダーフェンネ、ハントルプ、ベットルプと境を接する。この町を構成する地区は以下の通り、19世紀にダルム地区に、メブンド器文化、 すなわち炭素母文化の副葬品が出土した。金属艦のネックレスと極めて珍しい制度性の斧であった。この付近にはダルム巨石墓もある。1993年に900年祭が挙行された。ヴィッペンは巨石文化街道のステーションとなっている。現在の自治体ヴィッペンは1972年7月1日の地域再編の際に、 それまで独立した町村であったビッペン、ダルム、ハルトラーゲ、クラインボーケルン、ロンナーベッケ、オールデ、オールターメルシュ、フェヒテルが合併して成立した。この町の地名の古い表記には以下のものがある、バイプハイム、バイファム、ビッピヘム、ビッペヘン、バイピヘム、ビッペン、バイファム、バイパム、バイパム、バイパン、バイプフィー。ビッペンの由来は現在も明らかでない。 後半部分は、低地ドイツ語で、地、集落、村を意味するヘムにあたる。前半部分は、ベベンやビバーンに由来する、可能性がある。揺れ動く大地への驚きが命名の由来かもしれない。こうした命名方法は決して珍しいものではない。他にもいくつかの村が、土地の属性にちなんで命名されている。この他にも、由来説が存在する。 福音主義教会、聖ゲオルク教会、ーペンの歴史は聖ゲオルクス教会と密接に結びついている。この福音主義ルター派教会は、オスナブリュックカーランと北部地方で最も古い教会である。早くも855年に、コルバイ修道院の保護下で教会が成立した。千年までにこの町は、近隣住民の洗礼場所となっていた。 先例の清水について地名にも表されている。一説によればこの町の名前は、バイプヘムイコール、感動的な泉のあぜに由来するとも言われる。ロマネスク様式の先代の建物は、現在も外観から識別できる。教会塔は1245年に建造された。この教会は1490年頃に東側に向かって拡張され、 ゴシック様式のハリマ三軒の長堂と多角形の内陣を有する外観となった。制具室は1700年頃に増築された。内部はロココ様式で改造されることなく保存されている。オルガンの共鳴体を兼ねる祭壇はオスナブリュックのゲルハルト・ゲオルクベッセルが製作したものである。最も古い長度はアライライバンである。脇入り口のすぐそばに別リレがある。 ヘケゼ、デーテン、ボックラーデン地区がビッペン福音主義協会区に属す。以下の表は、各年の12月31日時点での、超域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザックセン州統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の、 数値は1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。この町の町議会は13議席で構成されている。町長はヘルムート・トルスドルフである。連邦道 B402 号線が町の南西部に位置するロンナーベッケ及びフェヒテル地区を通っている。ネプフ・ヒエンシュタイン・ビペンはエッカーミューレンからフィルステナウに至る。 巨石文化街道に面している。この街道から100メートルほど離れたレストループの私有地にネップフヒエンシュタインがある。この石はドイフェルスシュタインとも呼ばれる。このほかビッペンはアルトラントイコールルートにも組み込まれている。1996年以降、シュペレから北側の運行が停止された鉄道来年、クバーケンブリュック線の跡が町内を 南西から北東に向かって伸びている。ビッペンにあるこの路線の一部と駅はレールサイクルが楽しめるレジャー施設として利用されている。京弁鉄道リンゲンベルゲクバーケンブリック線は1904年から1952年まで運行しており、オールテ、オールターメルシュ・フェヒテルに駅があった。フェヒテルの駅には京弁鉄道の列車の車庫があった。 オスナブリュック交通会社の定期路線バスがクバーケンブリュック及びフィルステナウとの間を運行している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。